どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はウクレレをやっている方にとってもギターをねこれから始めようかなウクレレ始めようかなっていう方にとっても、役に立つちょっとね楽譜の読み方を紹介したいと思います。タブ譜という楽譜の書き方があるんですけど、このタブ譜っていうのはどういうやつかというと、単音のメロディーを弾きたいときに参考になるという楽譜で、例えばこのドレミファソラシドっていうメロディーを弾くときも、おたまじゃくしだとちょっとわからないんだけど、まあ私もですけど、結構そのタブ譜っていうもの自体が初心者さん向けに作られてる、その楽譜というかね、まあパズルゲームみたいな感じだと思っといた方がいいです。楽譜なんて言うとね、ちょっとなんかすごく難しそうですけど、もう本当にパズルのゲームなんですけど、やっぱり最初パッと見たときに、なんだこれってなる方多いので、まあ私のね、ガズレレ YouTube 動画でもたまに前奏のメロディーとかで、例えば M のさ、とか、海の声のこういうメロディーが入るときにそれが参考になるんです。その読み方を今日がね解説したいと思います。ギターをやってる方もちょっとウクレレ弦4本でギター6本なんですけど、まあ見方は一緒ですんで参考になると思いますんで、ご覧になってください。ウクレレのこと全然わかんないけどやってみたいという方、ここにリンク貼っておきます。ここに沿って、ウクレレ触りながらやるとすぐできるんで、ぜひ挑戦してみてください。そんなことはちょっと挟みつつの、では早速ですけど、ちょっとこれからカメラの位置を変えるんですけど、なぜかというとですね、こう対面でやってるじゃないですか。そうすると皆さんから見て反対になるんで、ちょっとややこしいということで、見やすい角度から、撮影して、皆様にお届けしようと思います。楽しくこのタブ譜マスターしちゃいましょう。それではいってらっしゃい、ゴー。はい、それでは解説始めようと思います。じゃあこの絵を見てください。これ皆さんもうわかりますよね。コードダイアグラムというので、これ C ですけど、 C ってここ1個でしたよね。ここね、ここ1個、はい。で、まあ、本来だったらこう押さえるわけね、はい、こうやって弾くわけですけど、これそのままにしといて、ちょっとこっち側見てください。これなんじゃこれって感じじゃないですか。これも C なんですよ。これ見てください。1弦に3って書いてあるでしょ。1弦ってここですからね。1、2、3でここでしょ。はい、ここ押さえた。次、2弦は0、3弦は0、4弦は0って書いてあるから。まあ、これもつまり同じなんですよ。つまりですね、この表とこれ一緒なんですよ。同じ C っていう表現。まずこれ基本的な考えとしてちょっと新たに持っといてください。この数字で表記ですね。つまり1弦側から3000というふうに、言ったりとかします。なんていうか、身内との会話で、あれこのコードってなんだっけって言って、例えば、2021って言ったら、E7 みたいな、そんな感じです。ちょっとお勉強してみましょう。はい、じゃあ、セットでこう出します。はい、ドン。これ、わかるかな ?C はここ3000だったでしょ、こう。ここ3000。はい。次、F って書いてある。あ、F は、1弦の方から0102でしょ ?0 っての押さえないでしょ ?1 はここでしょ0を抑えないでしょ ?2 でしょ、ほら、やっぱり F になる。こういう風に F になるでしょ。はい。はい、次。Am ですね。はい、こっちからまた0と0、0で、2でね、ここ。で、これ Am でしょ、はい。Am、はい。次、最後。G7 はいつものようにここ2。1弦は2でしょ、2弦は1。3弦も2で、4弦0ですね。そうすると、まあ、こういう風に。なるということでございまして、この表の見方、こうやって見るわけです。はい。こっちが1弦、2弦、3弦、4弦。こっちも1、2、3弦。この通りに見て数字を押さえるっていう、それが基本になってます。こういう表記をするのも一個、これがまずね、覚えておくといいかもしれません。はい。そうするとコード、さっきも言ったけど、2021だったら E7。2021だったら E7 だとか、0010だったら A7 とか、そういうふうに、言うと伝わるかなと思うんですけれど。まずそれをじゃあはっきりさせておいて、一個これ、もう一個のね、書き方があるぞということでございます。じゃあいよいよメロディーに行こうと思うんですけど、はい、まずこれ、ドン見てください。3弦のところに、0245791112って書いてあるね。これどういうことか。まず、時間がね、こういう風に流れていくんですよ。0,2,4,5,7 って流れていく。左から右に向かって時間が流れていくわけだから、最初0って書いてあるでしょ。で、3弦の0っていうのをここで引くわけじゃん。ピッと。はい。次2って書いてあります。2ってここだよね。次4って書いてある。4。おう、4。おう、わかったわかった。5ってここだな、5。はい。その次9か。あ、そうだ。これちなみに皆さんお知らせしておきましょう。この丸いボタンって、これポジションマークって言うんですよね。これポジションマーク。
大体このついてます。ここについてないときはこっちについてたりとかしますね。ここだと、このガズの若者ウクレレの場合は3フレット、5フレット、7フレット、10フレットってついてます。はい。ここは3はついてないけども、大体ここからついてるね、ウクレレの場合は。ギターの場合はここからついてます。3。これでね、大体こう、今何番目、これなかったらほら、パッと見どこのフレットかわかんないから、5、7、10って覚えておくといいですね。あ、いや、さっきのに戻りますよ。じゃあもう一回最初から。3弦の0。次、2。次、4。次、5。次、7。ここですね。その次、9。7、8、9だからここだな。9。次、11だから9、10。10がここだからね。11、ここ。最後、12。あ、これってあれじゃん。ドレミファソラシドだなっていう感じなんですよね。この表の見方、今、わかります？0、2、4、5、7、9、11、12とこういう風に時間が進んでいくと覚えておいてください。これがもう、つまりタブ譜の読み方の、これでもう終わりみたいなとこあるんですけど、まあどうせだったらちょっと面白話をしたいと思います。じゃあちょっと次の表を見てください。はい、ドン。これ、ちょっと見てみましょう。これちょっと難しくなったような感じがしない？まずじゃあやってみましょう。3弦の0でしょ？ 3 弦の0。次に、押さえました。2。次、2弦の0フレット。はい。次、2弦の1。次、2弦の3。次、1弦の0。はい、ここの0ね。次、2フレット1弦の。次、1弦の3フレット。あれ？これもドレミファソラシドじゃん。なんで？さっきと同じなんだけど、押さえるとこ違くないっていうのが、この弦楽器の面白いところなんですよ。これがね、深いんです。例えばだけれども、この、2弦の5フレット押さえてみましょう。鳴らしてみましょう。ね、この音覚えておいてください。この音と、1弦の0フレット。同じ音。ほら。あとね、ここか。3弦の9フレットも一緒。で、4弦の2フレットも一緒。これ同じ音がね、いっぱいあるんですよ。弦楽器って。これはベースでもギターでも一緒です。それなので、メロディーの弾き方に、決まりはないんですよね。だからその人のやりやすいやり方っていうことを覚えておいて、いただければいいと思うんですけど、なんで同じドレミファソラシドを弾くにも、一本の弦だけでも弾けるし、この辺にまたぐこともできるし、2本の弦だけでもできるしって、それを考えるのが、まあ、1個面白さなんですけど、まあ、皆さんは、今ね、例えば、使われるパターンとしては、ガズレレ動画の中で、たまに出てくる、前奏で出てくるメロディーっていう感じで意識してもらうといいんですけど、なるべくガズは、初心者の人が、動かしやすいような、ラズで作ってるんですけど、これ自分で書くときにも、それを覚えとくとね、あ、ここ押さえづらいからこっちにしようかなってまた考える1個のね、脳トレ的要素にもなるんで、それを、ちょっと頭に入れとくといいと思います。同じ音がいっぱいあるから、1個じゃないぞっていう風にどっかで覚えておいてください。はい。それ1個ね。おまけの話として。でですね、今日は、せっかくこうタブ譜を習ったんで、1個、みんなの大好きなっていうか、まあ、ガズレレではね、初心者の方に本当に超便利な曲だなと思ってよくやってるんですけど、踊るポンポコリンの、イントロをやってみようと思います。これです。ちょっと聞いてて。はい。このメロディ、最後 G7。G7 2回だったんですけど、これをちょっとマスターしましょう。はい、ここに出します。はい。これもう、これわかるよね。見方ね。これ、ちょっとこの、今出てるテロップを、ノートとかメモ帳に書いて、こういうので、理解していくのがいいと思います。まあ、じゃあ一応解説しますよ。最初に3弦の0フレット。その次3弦の2フレット。その次は2弦の0フレット。次2弦の1フレット。次2弦の3。次また戻って2弦の1。また2弦の0。はい。次3弦の2です。はい。ここまで前半。0201310。ここが前半。後半いきますよ。3弦の0。今度2弦の0。2弦の3。2弦の0。次 G7 です。G7 はこの三角形だから。はい。もう一回、じゃあ一番最初からいきますよ。3弦の0、2、2弦の0、2弦の1、3、1、0、戻って3弦の2、また3弦の0、次2弦の0、2弦の3、0で G7、G7 ですね。
はい、こんな感じです。この指ですけど、どの指で押さえるかっていうのは、まあ、人それぞれですけど、今みたいな、この3フレットぐらいで収まっちゃうときは、この一応指の担当性を、人差し指、中指、薬指で担当するのがいいと思います。はい、今みたいな指の動かしは。これ、ここまで早くやんなくても、最初はね、ゆっくりじっくりでいいですからね。はい、こんな感じで、タブ譜を読んでいきます。こっからこういう風に流れていくって覚えておいてください。で、こっちが1弦こっちが4弦ですからね。はい、これ全くこの通りに見ればいいわけ。時間がこう進んでいくぞという風に、その感覚が分かっただけでもうね、これからね、いろんなあのタブの曲練習できると思いますんで、あのガズレレ動画の中でもよくメロディーで出てきます。一応代表的なのはプリプリの M とか、まあいっぱいあるな、本当に、ちょこ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 出てきてますんで、あと、以前撮ったタブーの、解説動画もあるんですけど、それはね、すごく難しいんですけど、面白いゲーム、これが分かった方はゲームとしてやってみるのもいいかもしれません。ちょっとシェアしておきましょう。ここに貼っておきます。はい。それで、これが、一応タブーの超基本的な読み方。ギターの方の場合は、2本弦が増えて、それがコイン進んでいくって、また同じような考え方なので、そこは共通しております。はい。それでは、先ほどのスタジオに戻ります。はい。どうでしたかね、皆さん。タブーが分かると、結構この、面白いでしょ。で、今度、自分でひらめいたメロディーをタブーに書いといて、メモに残しておいたら、また自分でもこうメロディー、なんかこう弾けるかもしれないし、はい。なんで、お友達がコードを弾いて、自分はメロディーを弾いて、例えば、曲がり、くねり、また、はしゃいだ道とか、こういうのを自分で書いていくのも一個の面白いゲーム感覚でやってみるのもいいかもしれません。はい。そんなことでですね、これもこういう要素も楽しく、前奏とか間奏のメロディを弾いてみるっていうのも一個のチャレンジだと思いますし、いろんなね、音楽の楽しみ方ができるっていう弦楽器の、ね、特徴です。コード弾きもできるし、こう、メロディ弾きも弾けるっていうのがこのね、美味しいところなんで、そういうのもちょっとね、体験してて、その参考になるようにタブ譜。ご活用してください。ありがとうございました。さあ、ガズレレですけども、このウクレレのこととか、このね、ウクレレの買えるリュックサックだとか、T シャツだとか、このストラップもね、私のハニーさんが作ってたりとかのキャップとかもいろんなグッズがあるんですよ。そんなグッズの案内とかもアプリもやってます。これアプリはね、ほんといいですよ。はい。そんなこと、ガズレレ .com。こちらのホームページで、紹介しております。イベントも、全国飛び回ってますからね。イベントはね、ほんといいですよ。まあ、私自分で言っちゃうけれども、楽しんでぜひ、お一人様でもなんか関係、ウクレレ持ってきてください、ガズレレのイベントは。そんなようなご案内もホームページにありますんで、ぜひとも皆さんご覧になってくださいね。よろしくお願いします。あとそうだ、あれだ、これ、これ。このリットミュージックの、この簡単ウクレレ教室 by ガズ。こちらがですね、もう、また増刷が決まりまして、ものすごい勢いになっております。もう4万、5万に迫る、生きるみたいですね。ありがとうございます。なんでこんなに、皆さん、ご支持されているかというと、簡単で楽しくて楽だからだと思うんですけど、やっぱり楽しく音楽するので、音を楽しむから音楽。まさにそれを地で言っております。皆さんも混ざりましょう。はい。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。